吹かせないように。そうするとね、あ、それからね、クモさんにはどいてもらうんだよ。ねえ、かわいそう。しないとクモさんに。これみんなの小さいのなんだけども、同じで、よく振って、よく振って。のり。離れて。あ、ごめんね。一回やるよ。おいで。はい。そしたら、クモちゃんがさ、なんとなく白くなってる。雲がついちゃった。ちょっと片足が崩れちゃった、うん、まだ糸で繋がってる。そしたらこれを、はい、片栗粉、黒く浮かび上がらせるの、海にくっつくっついてる。見て見て、すごいすごい、すっきりしてきたね。かっこいいね。すげえ、ね、これ、ね、形がもう崩れちゃったけど、あんなこんな細かいの、ね、さっき見えなかったけど見えちゃったね。多分そんなにやんないでいけるかな、うん、そしたら、はい、これも、こうしとけば、クリアラッカーっていうのは、あの透明の、あのラッカーですね。もうクモの巣がついてるのか、ね。はい、じゃあ、やってみてね。おぉ、もういいんじゃない、はい、いいよね。かっこいい。それで乗せちゃ、その紙でバーッと乗せたら、よし、その、この葉っぱを取んなら箸でちょっと、あ、これクモだね。あ、クモさん逃がさないとクモだ。これはだから上流クモじゃない。クモさん、クモがいる、クモが生まれたんだよ、まだ生まれつつ。頑張れクモ。大好きだよ、クモ。はい、はい、じゃあ行って、はい、片栗粉、片栗粉、片栗粉、はい、片栗粉、もっと向こうの方に行こう。そしてパンパンパンやろ、うん、ちょっと渋くてパンパンパンやろ。おお、かっこいい。あとは、見かけるんだよ。はい、ちょっと僕無理、ママやって。あまりうまいけど。あ、でもすごい綺麗だよ。そしたらば、ちょっとこっちから剥がれる。大丈夫かな。だから、私のこっちが。で、向きを大体、紙の向きにしてる。そうそう、こっちを押さえて、こっちを引っ張る。こっちから、こっちから。